最高は感じるよ。最高は感じるよ。会長マラソンに出ます、ね、絶対絶対去年ね、出ますって聞いたんやけど、行ったらおらんやったの。これもしね、これもし行って またおらんかったら、もうその辺に綺麗なお姉さんとかっても僕は紹介せんよ。11月5日海峡マラソンに今年こそは出るということで、なんか応援よろしく、応援よろしくお願いします。海峡マラソンに出るっていうのはやっぱ皆さんには何を伝えていきたいという思いがありますか？やっぱりこういうことでも来て、こういうことを応援っていうここに行って、うわ行くわ行く、車椅子ユーザーもちゃんといるよと、どんなことにも挑戦していこうって、僕の姿を見てみんなも挑戦してくれと、そういうことですね。まあしませんけどね。そうです、しますよ。何か挑戦せんといけんと僕も思っとるんですよ。でね、実は子供の運動会だったんですよ、場所取りみたいな。あれをね、僕は初めてやりました。前日から並んで夜中のね1時ぐらい、これね一番行ったやろうと思って行ったら、もうすでに10人ぐらい並んで、なんかみんなのキャンプグッズとかいっぱい持ってるから、ね、すごいこう快適な感じです過ごされてるんですけど、僕ね新聞紙1枚です。なんか綺麗にこう並んでるこの辺に新聞紙1枚引いてた。家がないみたいな。っていう挑戦をしたけど、目当ての席は実は取れんかったんですけど、まあやってよかったと思います。一番に来てた親はね、7時から来てたらしい。その時間から並んどるの、夜中のお父さんみんな頑張ってるなと思って、みんな時間がないって言うけど、時間はやっぱ作るもんですからね。いや、じゃあ俺が言ったよ、時間が作る。はい、ということで、11月5日日曜日、朝が8時半で、会場は海峡メッセ、大谷さんの雄姿を目に焼き付けていただければと思います。そしてそれを自分のことに取り入れて、自分も挑戦していく、自分も何か発信していく、こういうことがねこれから必要だと思います。